全体挨拶最後になります。この戦争法の違憲だということで国を相手取っての歴史的な裁判闘争が始まりました。違憲訴訟の会から黒岩徹彦を弁護士です。お願いします。皆さんこんにちは。安保法廷違憲訴訟の会の弁護士の黒岩徹彦です。今から1年前、多くの市民の皆さんから民主主義と立憲主義は破壊する、そして平和が破壊されていく、こういう中で弁護士は黙っていていいのかと、ひどい問題提起をしました。私たちはこのような市民の方の声を受けて、今から1年前に安保法制憲法書の会を作り、全国の市民の皆さん、そして全国の弁護士に安保法制憲法書を戦おうと提起をしてまいりました。弁護士は北は旭川弁護士会から南は沖縄弁護士会まで全ての弁護士会から1000人以上の弁護士が訴訟に立ち上がりました。そしてまた市民の方も3000人を超える方たちが今原告として裁判闘争に戦っています。私たちは東京で第一陣として4月26日に2つの裁判を検討しました。国家賠償請求訴訟、安保法制の制定によって私たちの平和的政党権が侵害されていく、これに対する損害賠償の請求、そして2つ目に差し止め訴訟、自衛隊の出動の差し止め、そしてまた他国の軍隊に対する敵の提供等の差し止め、この裁判を起こしました。同じ日に原発の被爆者である被爆者も裁判を起こしました。その後被爆地である長崎や広島、そしてまた基地がある神奈川など全国9カ所で裁判があり、これからも続々と裁判が行われるということが予定されています。全国の裁判の戦場を切りまして、今月9月2日に東京地方裁判所で国家賠償請求訴訟の第1回の口頭弁論が開かれました。原告代理人が5名、そしてまた原告本人が5名、安保法制が違憲であることを知ってしまった。次は答弁書を提出しました。しかし大変に異なった答弁書であります。安保法制の定着後の違憲性答えません。安保法制制定過程の反民主性答えません。集団的自衛権行使の違憲性答えません。立憲主義の否定答えません。合法主義活動の違憲性答えません。なぜ堂々とこれらのことが憲法に貢献だということを言えないのでしょうか。裁判の中で法務省も防衛省も逃げ回っているというのが今の状況であります。国側は争点がないということで逃げ回っています。安保法制が貢献だということを法廷で一言も言えないとが裁判の現状であります。しかし私は今後法廷で法廷を厳しく追及する予定であります。安保法廷検討する会は市民の皆さんと力を合わせて法廷の外として全体をして立憲主義を回復するために全力を挙げます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。